お疲れ様さらです。今日ですねこちらバーバだけでキーやっていきます。ということで今日はねババです。はい、クラロワ史上最弱のババ小屋を率いる、まあ、このババデッキで今日やっていくんですけど、まあ、クラロワにはね5種類の、ババがあります。まあ、デフォルトと工場エリート小屋とタルカ、はい、があるので、まあ、3枚ちょっと足んなかったんですよ、デッキ組むのに。多分俺の見落としがなければ他にババはねないはずなんですよね。まああったらなんかコメントで教えてください。はい、ということで3枚はまあババっぽいやつを選びました。まあレイジは関係ないんですけど、まあゴルナイってもうお前ババやん見た目黄色だしみたいな。はい、まあ見た目ババでしょ。でマザネクはまあちょっと言い方を変えるともうババじゃないですか。はいなんでいやもうババデッキですよ。はい、このデッキはね正真正銘のババだけデッキなのでもう頑張っていきたい。まあでも弱いんでね、ちょっとこのバーバリアンもババ小屋もまあそれ以外のババは意外とねいろんなデッキで使われてるかな、ちょいちょい。はい、って感じだと思いますが、うわ来たよ環境、いきなり引いちゃったね。環境スケキンゴブグアスケラですね。ゴブグアもゴブリンもいる、そういったねババ VS ゴブリン、どっちが最強なんだっていう100-0でボコボコにされる、やだーあの小屋が。まあでも今回奇跡的にあのババアがね、あーはい、スケラに対してちょっと優秀なんで、走れ小屋壊せ、熱い、このピンクのババちゃんが頑張ってくれるぞ。さあ小屋壊れた、で樽なんで、いや高所ババも刺さるけど、いやゴブリンがねいるんですよね。ちょっと待てよこれフェニックスやべえな。いやここでもう古女ババレイジしてぶっ刺し見える。え、だからレイジもいらない、工場だけでさ俺守れないんで、あれ結構守るの大変なんで、もう攻めて、お苦しそう苦しそう、うっ走って、えやばいやばい、なんで走らんかい、やばい痛い、さすがに卵生まれない、ちょっと使うのだねいちごそ欲しいな。よしよし、まあババセパかな、一生のデフォルトのババが邪魔してる。でこれは端前止めもちょっとあるけど、ちょっとうっ、まあ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 ポイズも何でもあるよ。まあでもゴルナイの、いや樽からのうっ、いやゴルナイ、えフリーズやん、ゴルナイ全然走らない、しかもアウトローガール、なんかさっきからすげえ残んねえ。いや、これは、話が変わる。フリーズめちゃくちゃありがてんだけど。よっ、さあ、デモみたいな。いや、なんか、相性いいか。ババだけデッキで相性良くなることなんかあんの、あー、まあ、いったね。月光じゃあんま良くなかったよと。なるほど、なるほど。あれ、この、ゴルナイのさダッシュでいけるよね、そうだよね絶対いけるよね。で取り裂いたら、いやこれ絶対チャンス、もうこれ邪魔邪魔邪魔、レイジでやりごく処理して、え止まったんじゃない、金髪にゃーい、記念ダッシュ。いやエリババはねあの強いんですよ、本当にちゃんと強い。エリババはまあ神器とか、まあ最近ちょっと使用率が少ないかもしんないけど、エリーババは本当にね、エリート。名前の通りね。なんか、バーバリアなんか、かわいそうなババ小屋ぐらいに。今6コスっしょ ?4 コスとかでも、まあ、4コスはちょっと強いかもしんないか。まあ、でも5コスになってもね、弱いね。残念ながら。今の性能のまま、4コスになって、5コスになっても、多分全然使用率はね、増えないと思う。ああ、それずるい。金髪ダッシュでレイジ添えてあげて、これでタワー折れてくんねえかな。あーゴブリン優秀だけどエリババの方がもっと強い。
あ、これエリポンや。頑張れ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 、初手クロスしといて何笑ってんねん。おい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 、いやこれねアチャマイティなんですよ。いやエリポン、いやいや置く、置くか、置くしかねえんだよこれ。相手にロックスあげます。イクメアチャーで受けられるんですけど、ハンターかよ。まあまあ、お、はみ出し、はみ出さない。まあエリポン、いや耐えればいい、耐えれば。意外と陸空気はいっぱいある。まあ陸空気しかないんですけど、陸空気は意外とあるんで頑張りたい。いやなんか強いな。全然勝てる気せん。さあ一落として、いやーよく耐えた。うわーそれやばい。まあ、ゴルネ走りたいけど、一旦ね、一旦耐えるわ。ガイン当たんないか。まあまあ、さあダメージは一応リードはしてるんですけど、ハンターちょっと強いな。なんかババこれ置かない方がいいかな。なんか置くだけなんか損してる気分にもなるんですよね。難しい。でちょっとこれ壊したいよね、せっかくなら。忘れるかな。いや、えらい。いや、エリババ、マジでエリート。お前だけは好き。あいつはマジ首。デフォルトもちょっと怪しいよね。お、いやーでも耐えることはね大事なんですよね。ちょっと暇なんで暇レージしとくか。お、これゴルナイ、いや耐えるか。多分ねババコヤ、そのまあそんな強くはないんですけど、クロスの受けだけはねちょっといいんだよな本当に。そこだけはね褒めれる。そこだけ。ゴブリン、お、なんか自己得意、うえい、来たー、ゴルナイドリーム。え、てかエリババでこのさ一体のエリババで勝てそうじゃね。終わったくね。おい、エリババレイジ最強。エリババレイジマジ。ババ俺出したっけ、一回なんかシャアなしで使ったかな。いや、エリババタルババ、エリババタルババ、おばさんのババ、その辺は頑張ってるが、まあゴレぐらい引くとね、ババ小屋もちょっとはいいんかもしんないんですけどね。まあババでいい、エリババでいい。あれババ小屋って本当に。いやー前の性能の方が良かったな。かまあ、トリマなんか強化してほしいな、やっぱ。なんかぼちぼちなカードをねやっぱ運営は調整したがるんですけど、使用率最下位なんですよ。もう1年ぐらい、1年使用率最下位ってどういうこと。もっと長いかもしんない、まあ、ほんの一瞬順位がずれることあると思うんですけど。LSP、 いやもう本当に最弱ですからねババコヤは今。てかロッコスなら俺さっき本当に動画撮り始めて気づいた。うわババコヤって7コスじゃなかったやんと思って。え、そうですよね、そうですよね、持ってくるか。ロッコスなんですよ。いやでも弱いんだよな、マジでびっくりっすよね。7で使われてないんだと思って、6だったんだけど想像以上に弱え。かわいそうすぎる。お、あー、とかロイジャイだったんだ。ロイジャイでバカ待ってくるっすね相手。なるほどね。
ういう感じの引きこもりロイ使いか。これちょっと熱いぞ。タグサイ、ウッド裂いたんで。え、ちょっと待って、ボンボか。あー惜しいな。いや惜しいな、惜しいね。いやこれロイライトなのかな。いやでも俺呪文がヘッポガなんだ。ファイボがいいね。お、え、マジである。トリトンやめろ。いいいい、トリトンが変なとこ向いてて助かった。でババコヤ置いて、ちょっと待ってよ。このババコヤの安心感やばいからのババ。いや多分ねライトっすね今回の相手。ファイブ絶対打つもんな。あったら、あ待ってやばい、思ったより止まらん。これがババでもエリババが最強。よし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 、うよでこ。さあ、いやババ、いやロイだからね。まあ普通きついけどね。フェニックスとかやばいし、多分ライトでしたね。ファイボだったら、ファイボだったらもうババの価値とはライトでしたね。まあ一生陸引く、陸引けば。まあ、一緒ロイジャイエレジャイゴールも引けば頑張れそう。ババコヤ6個っすね。コストが下がって弱くなるわね。結構珍しいっすね。ボンバーとかボーラーとか、まあ、レイジもだし、まあ、何でも基本的にコストが下がってある程度はね使われるようになるんですけど、ババコヤだけなんかかわいそうっすね。コスト下がって増えないっていう、このほんまに読めんだろうなこいつ。ちょっと暇だし、暇人すぎたかな。いやなんか、え、範囲攻撃の使い方プロやん。あでもなんかエリババ川の崖崖の上にさあ、島工場したら小屋が来る。これまたスケラっすね。まあでも一生引き込まれるとちょっと嫌ですけどね。いいレイジダメージ稼いで、あーメガゴか。フェニックスじゃないっすね。ワンチャン、あフリーズかと思ったけどポイズン使ってたっすね。はいはいはい、ちょっとねピンクのババは隠していこうぜ。いや、ババコヤ弱っ。え、見てこれ。6個すっすよ。ポイズン打たれて、ババ最初の3体とこの1体で終わり。ポイで言ったらほぼ完封されるってやばいよな。なんでや。これはさすがに、続けよ。ですよね。あなたも優秀。ババリアンじゃねえからな。ババじゃねえやつは強いんだよ、ちゃんと。ババヤじゃねえやつらは強え。お、やばい。やばい、槍ゴム強すぎ。ガイーン。ちょっとやべえな。ババコヤバレた。ババコヤじゃねえ。ピンクのババレた。これ絶対逆っすね、前と後ろ。ポイズン使ってくれる。はい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 。でまた耐えて、まあ一旦一応行くんですけどね。延命できるかな。あっつ、え、いやまあ射程投げ。ババ側もこのさあ今の五分五分ぐらいたまたま人気にならんかな。急に増えたもんね五分五分。あやめろ、やばい。あーそれアホ、メガゴ強いんだよ実は。
これ釣られない。で、ゴルナイのダッシュで押して、ジコラス。で、これ、延命できねえか。お？はい。工場ババ、工場ババドリームした。ゴルナイ、え？工場ババをゴルナイで押したのか。強制頭突きですね。いや、ゴルナイ強っ。ババの霞具合がね、よりはっきり見えてしまうんですよね。かわいそうに。差がすごい。4コス、5コス、6コス。うん。さあ、メガゴー。メガゴー。まあ、ラバジャイスケラですね。可変なの。あー、これ。だいぶ怪しくなりそうだね。そのババって、これマジでスパーギー何もできんよお前ら。え、集団自殺やん。アホすぎるやん。うっ、あー、ゴルナイの無敵時間、あ、やばい、あ、やばい、マジでやばい、危ねー。あ、マジで止まんないっす。うっ、うっ、やってもうたか。いや、これどうしようかな。今からグッドゲームで死んだふり作戦できないかな。本当に本当に今調子乗って攻めてくれるぐらいしか、もう、いや、ゴルナイ無敵になれなかったのが辛かったな。タイミングが。うん。いや、でも、ババで囲める。なんだこれ。ババ小屋。利敵行為すぎる。嬉しいだろうな、こんなん。あ、いや、1本おった一応。マジワンチャンない？え、マジワンチャンある。耐えちゃった。いや、耐えたけど、あの3050さ3000、あれスパーキー、どうすりゃよ俺。いや、一回これは無敵でスパーキーかわして。あー、タイミング下手だな。いや、ゴブジャイ釣り、頑張れ。おい、おい、ババ、お前の仕事はそんだけ。うっ、あー、気づいたら60しかねえ。なんだこれ。マジでカリカリすんなーこれ。ババ、これ五分ぐらいだったら勝てて出せつあるぞ。ババコヤしっかりしてくれ。まあ、ゴルナイダッシュちょっと完璧にできてたらワンチャンあったかもしんないけど、うん、もうそれはババじゃねえんだ。さあ、ゴブゴヤ、ババの逆襲ですよ。ゴブゴヤばっかり評価されて、ババだって負けてないんだ。見せてやれ、マザニク。いや、なんか珍しいぞこれ、相手のデッキ。ラバとか言うなよ。おや。いやー、なんだ工場ゴブゴヤホバ、だいぶ懐かしいデッキかもね。
アチャギャング的なね。うわー、こりゃこりゃちょっとやだな。ゴブ声やだね。あれババ声だったらさ、すげえありがてえよな。走りたいよね、さすがに。レイジもあるんでね、レイジでゴブグラ最高壊せる。いや、エリババは優秀。これさ、ないんですかね。相手のカードがまだ分かってねえんだけど。頑張れ。応援してる、レイジが。いや、めっちゃ熱いこれ。竹がいい感じに。よくないね。素晴らしい。豚も増やして。うわ、これ待って、これ天才していい。うわ、なんで今2倍タイム入るねんってやつなんですけど。あ、やべ、綺麗な綺麗な攻めが来てる。いや、全然なんかヘナチョコな微妙な端前バーバリアになっちゃった。さあ、普通にペッカゴブがザッピーやんけ。いや、全然あります。数でね。いや、あれやばいな。まあまあまあ、落ち着いてね、落ち着いてね。うおー、なんかの読みえぐい。まずね、く射程で気をつける。いや、これさマジない、あんま考えない方がいいね。いや、これね、走れ、来たい。え、まだ折れない。うい、ババの群れマッチョ集団に襲われるペッカたち、お疲れー。